モノマネされてブチギレた人たち参戦。市原隼人。俳優の市原隼人さんはモノマネ芸人田中義明さんにブチギレたことがあります。田中さんは番組で市原さんのモノマネの購入をもらっていましたが、市原隼人のクレーム対応というネタをテレビで披露した翌日、市原さんはブログにて、会って話したこともないのに役者をバカにしてる、舐めてるとしか思えないと痛烈に批判。しかしその後ブチバカし、互いをリスペクトしています。小田裕二。俳優の小田裕二さんはモノマネ芸人の山本貴博さんにブチギレたことは有名な話。山本貴博さんは小田裕二さんのモノマネでブレイク。しかし小田さんは面白いと思わない、将来が心配と発言。その後各局にイメージを尊重した演出をお願いしますと通達があり、実質小田さんモノマネを封印された形になり、それ以降山本さんのテレビ出演は激減していきます。ケンナオコ。歌手タレントのケンナオコさんはモノマネ芸人ミラクルヒカルさんにブチギレたという噂があります。ケンナオコさんの YouTube チャンネルのすっぴんからの変貌ぶりを収めた動画をかなり誇張してオマージュ。リスナーからの反応はかなり良かったものの、噂ではケンナオコさんが怒ってらっしゃる、あの子のモノマネには愛がないとミラクルさんが番組でコメント。モノマネするのも楽じゃないんですね。